休日は自分の成長のために使う、仕事以外の時間に何をやるかは重要だと思います。能力のある方々に追いつくためには時間を使う、はい、こういうことですね。新時代の経営者、山下誠二。雪が舞うこの日、取材スタッフは青山にあるアース本社へ向かった。ドアが開きます。あ、おはようございます。おはようございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。お邪魔します。ありがとうございます。新年一発目の撮影に今日なるんですけど、山下さん年末年始とか何されてたんですか？好きな仕事ですね。ロケットスタートが切れるように整理整頓ですか。それだけでももう差がつきますよね。はい、うん、やっぱり仕事されてたんですね。仕事しちゃいますね。しちゃいました。元旦とかはどうしてたんですか？元旦もまあ、あんまり変わんないんですよ普段と。元旦だから何っていうのはないですね。はい。今日ってどんなことされるんですか？今日はこの午後からヘアセットの講習会があるんですよ。研修みたいな。あ、そうです、うん、それに参加します。あ、アースが定期開催している社内研修、参加を希望する従業員が任意で出席している。皆さんかなり真剣に取り組まれてますね。集中力が、はい、違いますね。そうですね。これ結構一日中やるんですよね。はい、今日は朝10時から夕方6時までやってますね、うん、やっぱ皆さんって休みの日に来てるんですか？あ、そうです。みんな休みで来てます。あ、そうです、はい、休みの日を使って、はい、すごいですね。熱心な方が多いですね。ここにいるスタッフはみんな売れっ子美容師ですね。あ、そうなんですか、うん、人気美容師。やっぱり仕事以外の日に何をやってるかで差がつきますからね。講師を務めるのは山下が絶対的な信頼を寄せる石井オーナー。講習会の内容ってどういうものになるんですか？今回はちょっと成人式前ということで、成人式対策ということで講習会させていただいてます、はい、教えるっていう立場になって、はい、なんか新しい学びとかってありました？自分の技術が時代性に合った技術じゃないと受ける側としては興味がなくなっちゃうんですね、はい、なので毎年毎年流行りのスタイルとか、はい、そういったものを僕も外部の講習会にお金を払って受けに行くんですね、うん、何が流行ってるのかなっていうことで、はい、で今年の成人式もまた去年とは違ったスタイルが出てきてるので。あ、そうなんですね。そうなんですよ。常に勉強していかないと、うん、はい、これはもう自分もダメだなっていうことで。こう毎日練習をしようって決めるじゃないですか。30分1時間やろう、毎朝やろうって決めて、これ実はその時間を生み出すのが難しいんですよね。いろんな言い訳が出てしまって、今日はこれだからやめとこうって言い訳ってたくさん出るじゃないですか。トレーニングってその時間を作ることがすでにトレーニングですよね、うん、なんでそんな10分の練習できないのって思って、その10分が作れないんですよね。でも本当の練習はその10分を作ることがでも8割9割解決してるんですよ、ね、それができる人は多分何やっても成功するんですよね。多分みんな毎日やろうって今日決めて帰るかなんですけど、ところがそのわずか1日10分がどういうわけか作れないと思うんですよね。やべ、電話がかかってきたとか、今日はスタッフからこんな相談を受けたとか、いろんなのがみんな悪気はなく、しょうがない明日やろうっていうことでずっと毎日過ごして、はい、いつの日か忘れてると。ただやる人はその時間を捻出することがトレーニングだっていうことを知ってるんで。時間を捻出するところからトレーニング、やると決めなければ楽な方に流されるのが人間だと山下は語る。いや、お疲れ様です。お疲れ様です。
美容業界、私も石井オーナーも25年やってますけども、原理原則ってやはり変わりません。やっぱり変わらないものっていうのは、やっぱ反復練習をとにかくするっていうことが大事で、特にこの5年10年の間に変わりましたね。いろんな動画が出るようになって、動画を見て分かったつもりで満足しているっていう方が、まあ、皆さんはここに来て勉強してるんで違うんですけど、そういう後輩が多いんじゃないかなと思うんですよ。ただ今日ここで習ったことを明日からこう反復練習、繰り返し練習してやるってことが重要なんですよ。これしか技術が上手くなる道ってないんですよ。これはもう昔から変わらない。ただ今は動画ですぐに確認ができて、もう分かったつもりでやらないっていう方が増えてるんですよ。やるじゃないですか。やったら必ず課題が出るんですよ。あれ、そういえばこれどうやるのかなっていうのが出るので、それをまた改善するっていうことですね。この積み重ねが上手い人っていう風になるので、これさえ覚えちゃえばどんな技術を習得する時も、人生を成功に導く時も重要なんじゃないかなと思いますので。講習会お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さん今日休みの日に講習会来てると思うんですけど、成功するためだったりとかに休みの日の過ごし方って重要ですか？うん、その仕事以外の時間に何をやるかは重要だと思います。その時間を何に使えるかですね。大体の人は体休めたりとか娯楽に使ったりとかだと思うんですけど、山下さんが思う成功するために必要な休日の使い方ってどういう使い方だと思いますか？一流に触れ基準を上げる、まあ、休みの日に美術館に行ったり、一流のサービスを受けられるレストランに行ったり、学びがありますよ。まあ、私たち美容室であれば高度専門職である前に最高のサービスパーソンである必要があるじゃないですか、はい、でもその最高のサービスを受けてないのに最高のサービスをすることができない、一流を経験した方がいいですね。とにかくその一流に触れるっていうことは休みの日にした方がいいですね。うん、他におすすめの休日の過ごし方とかありますか？勉強ですね。うん、やっぱりセミナーに行ったり本を読んだり、うん、あと自分の任務以外でやりたいような仕事とか、自分でやりたい仕事っていうんですか、はい、うん、山下さんご自身もそういうふうにされてきたんですか？私もそうしてきましたね。はい、まあ、学歴の高い方とか、まあ、大卒の方とかいらっしゃるじゃないですか。私の場合はまあ高卒、そういった部分で勝っていかないといけませんよね。うん、やっとそれで肩を並べることができるので、能力のある方々に追いつくためにはもう時間を使う、はい、こういうことですね。うん、休日の過ごし方でこんな風にすると成功に近づけるよっていう、こう山下さんだけの定義みたいなのありますか？休日は自分の成長のために使う、これですね。毎日を今日で人生最後の日のつもりで生きて、一生生きるつもりで学ぶ、こういう感じですね。